皆様こんばんは、まいまいです。今回は限定のロルバーンを2セットと、あと楽天で購入した文具を紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。では最初にロルバーンから紹介していこうかなと思います。ロルバーンはね、こちらがスミス札幌ステラプレイスの限定ロルバーンと、あとはこっちが20周年の復刻ロルバーンですねを購入したので見ていきたいと思います。まずは復刻ロルバーンから開けていきましょう。で、私が今回購入したのはこちらの3冊ですね。で、20周年のロルバーン自体は、復刻ロルバーン自体は5種類出てて、あと2種類ありますね。で、こちらはね、シークレットマーケットで売ってた、まあ、シークレットって言いつつ別にシークレットじゃないんですけど、なんかね、1月の終わりぐらいに予約受付があって、5月末ぐらいに届いたかなって感じです。多分ね、受注生産的な感じだったんだと思います。なんか定数量に達し次第締め切りとは書いてあったんですけど、多分割と誰でも買えたんじゃないかなと思います。シークレットと言いつつね、別に誰でも買えるあれです。で、見ていこう。これはね、そのスタッフさんっていうんですかね、ロルバーンを作っているチームのメンバーそれぞれが初演の気持ちになれる一冊を選んで復刻したそうです。まずは見ていきましょう。このリンゴのやつ、いいですね、シンプルでこれが A ですね。 A っていう柄のリンゴで、次がこっちが B かな、 B の滑走路。これはね、成田空港、スミス成田空港国際空港第一ターミナル限定で売ってたものですね。でもね、その成田空港のスミスは閉店しちゃったので、もう手に入らないものになってます。これめちゃくちゃ素敵ですよねこのなんていうんですかね、夕暮れの感じとか光の感じとか、すごい素敵だなって思います。で、滑走路っていうのがね、そもそもドイツ語でロルバーンっていう意味なので、なんかロルバーンらしいというか、ロルバーンを代表してるような感じがして、すごくいい復刻だなって個人的には思ってます。めっちゃ好き。で、最後は D 柄のマウンテンですね。マウンテン、これはね、何だったっけ、これはいつかのワークショップで出てた限定の色違いみたいですね。かわいい D 柄マウンテン、なんか鳥さんとかはいない山ですね。ちょっと曇ってるのって感じの色合いが、なんていうんですかね、結構渋いというか、でもそれがなんかいいですね。良い、いつの時間帯の山なのかなって想像させるのがすごい安ュイな気分というかなんか晴れてる山じゃないのがまたいいなって思います。全部見せたかな、こんな感じですね。これがロルバーの復刻で買ったものです。では次はスミス札幌ステラプレイス限定のロルバーンを見ていきましょう。じゃじゃーん。かわいいで、これはその札幌限定のロルバーンなんですけど、私の父がね、北海道に旅行に行っていたので、お願いしてついでに買ってきてもらいました。で、めっちゃかわいいまずは夕張メロン柄ですね。夕張メロン、めっちゃ素敵ですね。この箔押しが、なんていうの、ちょっと何、メタリックなブルー、水色で、すごいいいですね。合ってる、清涼感のある感じのロゴだなって思います。かわいい夕張メロン、なんか思ったよりこっちのオレンジ色が薄くていいですね。落ち着いた感じのかわいいロルバーン、めっちゃ飾りたいかわいい札幌限定ロルバーンポケット付きメモ L です。で、2冊目、こっちが、雪の結晶のロルバーンですね。もうこれはめっちゃ豪華、箔押しが虹色の変更ですね。キラキラで、めっちゃキラキラ良いですね。裏面はこんな感じです。で、このロルバーンのね、こっちの雪の結晶のロルバーンに関しては、先に黒色ベースのロルバーンが出てて、私はね、黒はあんまり使わないので白を今回買ってきてもらいました。で、なんか今気づいたんですけど、ロルバーンの専用カバーも買ってきてくれた父が良かれと思って、こっちのダイアリーのカバーも買ってきてくれたみたいです。嬉しい
でね、こちらは遠方の方はね、店舗に行かなくても代引きで配送してもらえるので、もしね気になる方は公式サイトをチェックしてみてください。では次に楽天で購入した文具を紹介していこうと思います。こちらは竹千代さんコラボのゴリラリボンちゃんスタンプですね。これは後でノートに押していきたいと思います。まずはこのテプラのハーフカッターを紹介します。これは何かっていうとね、テプラのテープの裏紙が簡単に剥がせるハーフカッターになってます。裏紙だけ切れるカッターらしいです。でこんな感じで切れるみたいなんですけど、今回ねこちらはテプラじゃなくて普通のシールに使ってみようかなと思います。これはね水玉さんがインスタライブで他のシールに使ってて、結構使いやすそうだなって、シールが使いやすくなりそうだなと思って購入してみました。でもちろんテプラの専用のハーフカッターなので、他のシールにね使うときは自己責任ということでやっていこうと思います。で出してみるとこんな感じ、なんか面白い、こうやって使うみたい。ハサミだけどハサミじゃないっぽい。でイメージとしてはこれが古川志向さんのフレークシールなんですけど、古川志向さんのは親切設計でここにねスリットが入って剥がしやすくなってるんですけど、こういうのを他のシールでもしたいなって感じです。今回はこちらの剥がしやすくはないフレークシールを用意してみました。でこれね、使い方としてはこれを見るとなんか表面を切ってるんですけど、これはね余白がある分には表面から切ればいいんですけど、こういうシールは余白がないので裏面を切るんだと思います。剥離紙の方をこっちに刺して切るって感じですね。では切ってみよう。ちょっとだけ入りきらないので角だけ切ります。はい、切ってみました。すると見えるかな、ここにね今切れ目を入れたんですけど、ここからなんと剥がすことができます。すごい便利で、あんまり強くやりすぎるとシールの方まで切れちゃうので、そこの力加減は注意かなって思いました。これは良いですね。なんかシールが剥がしにくくていつもちょっとストレスを抱えてるって方にはおすすめできるかもしれません。ただね本当にこちらテプラ専用の一応ものなので、まあ、他のシールに使うときは自己責任ということでやっていきましょう。では次、では最後にゴリラリボンちゃんのスタンプを見ていきましょう。こちらは竹町さんが子供の顔さんとコラボして作ったスタンプですね。でですね、私のチャンネルを見てくださってる方は竹町さんもご存知の方が多いかなと思うんですけども、私がねだいたい欲しいなんか影響されて買うものは竹町さんか水玉さんが多いかなって思います。では開けていこう。可愛い色使いがもうすでに竹千代さんワールドって感じで可愛い。でこれ3種類ぐらいあって、私はその中の1種類を購入しました。可愛いスタンプの基軸自体がカラフル、星柄と点々と千鳥格子と十字とか、なんかいろんなね柄が集まったスタンプになってます。可愛いっぽい。絶対これねノートに模様的に使うと可愛いと思います。いいねいいねでも竹千代さんはシステム手帳インフルエンサーの方で、まあ、システム手帳をもっと自由に幅広い世代に使ってもらうべくインスタグラムをはじめとした SNS で活動されている方ですね。竹千代さん自体はなんて言うんですかね、もうファンキーでキュートな方なんですけども、チャンネルもね見てると元気がもらえるような、なんかメンタル面でのお話とかもされてて、すごいシステム手帳だけじゃなくて竹千代さんのお人柄も多分ファンの方は多いんじゃないかなと思います。ではこちらをノートに押していきましょう。はい、では早速スタンプを押していきましょう。竹千代さんといえばレインボーかなってことで、カラフルな感じのインクを選んでみました。じゃあ押していこう。いいねかわいい。これは何にしよう、水色で押してみようかな。この水色はね結構落ち着いた色味ですね。もうこれがなんか可愛らしい、ライン使いしてもいいかなと思います。
はい、こんな感じですね。可愛いですね。ノートとかの行を区切るのに使っても可愛いかなって思います。さあ、どんどん押していこう。はい、というわけで全部押してみました。どれもね、なんか形とか模様なのですごいね、使いやすいと思います。メインにもなるし、なんかね、他と組み合わせても可愛いっていうスタンプですごく素敵ですね。ゴリラリボンちゃんがね、なんか手書きで書いたっぽくてめちゃくちゃ可愛いです。ミニ丸でね小さくて可愛い、なんか喋らせたい感じの可愛さです。で、この宝石みたいなのはカラフルなレインボーのインクで押してみました。これも可愛い。全部ね、なんかレインボーで押しても可愛いと思います。竹千代さんっぽくていいですね竹千代さんに近づけたような気がします。で、スタンプね、これ中出してみたら置く場所がちゃんと書いてくれてて嬉しい。私こういうパズル的にしまうの苦手なので、こういう風にね、居場所をちゃんと書いてくれてると嬉しいなと思います。はい、ではスタンプの紹介はこんな感じです。はい、今回の動画は以上になります。見ていただきましてありがとうございました。今回届いたロルバーンの中では意外と夕張メロンが可愛くていいですね。好きですね、可愛い。で、楽天で買ったこちらの文具に関しては私が買ったお店を概要欄にリンクを貼っておきますので、もし気になるものがあればチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。